吉宗評判記暴れん坊将軍。余計なこと言ってんだよ。火消しが妖精余計を大事にしないでお前どうすんだよ。お前らそれでも火消しかくろバカ野郎。申し訳ございません。みんな謝るんだよ。頭、すいません。いいか、晩飯までにちゃんと妖精余計見つけんどけ。わかったか。これ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 なんかさ、もうかわいそうなのこれは。ほら、持っておきながらだよ。これこれねえねえねえ、これ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 、あたしなんかさ、こんないい男にさ、一度でいいから優しくしてもらいたいな。ねえねえ、これいくら？あ、これはね、サンモ。これこれこれ、これサンモサンモサンモ。これ、色っぽいの、ゴーマンゴーマン。おい、マキはーい。ああ、そう、しけたったらすんなよ、おい。モデ、思いっきり取り締まりに行こうじゃねえか。取り締まり？しかし、セクトリー。何、黙ってそっと出かけちまうのよ。一月も俺だけがいなくなってみろ。いくらかしらだってもうちょっと俺たちのことよ。しかし金もねえし、道中手形も何もねえぞ。お、いいかい、俺たちの知り合いを集めてよ、こう作るんだよ。30人も集めてみな。俺たち4人の宿賃なんざただになっちまえよ。手形なんぞおめえ、お伊勢参りだっつって町役に頼めば何とでもなんだよ。伊勢港の世話人ほど面白いもなねえんだぜ。宿賃はただ、その上おめ、人様の銭で遊べんのよ。どれ、乗らねえか。乗る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 。どうめさん、関取が、ね、どうしたのだ。はい、辰五郎が大番屋に出向き、ようやく方面に娘の岡っ引きに捕まったというが、忠助、そんな岡っ引きがいたのか。さあ、存じませんな。だが、お伊勢参りを食い物にする語り屋は随分と多いとか。上様、庶民にとりましてはお伊勢参りは一生に一度の楽しみでござりまする。その楽しみを奪う者がいるとしたら、見過ごすわけにはまいりませぬな。うん、その通りだ。忠助、実際にそのような悪党がはびこっているのか。はあ、ここ5、6年は鳴りを潜めておりましたが、近頃武州、曹州などで再び被害が。
言葉巧みに伊勢郷に誘い込み、道中すべての路銀を着服して姿を消すのが手口。そのため路頭に迷い、乞食同然になって帰る者が大勢いますとか。それはむごいな。忠相、江戸にも同様の被害を受けた者がいるかもしれん。直ちにその実情を調べてみてくれ。まず小田原でちくわとオイルを食べて、うん、それで箱根越えだろ、うん、それからそれから駿府府中の安倍川餅、うん、それからマリコ肉のトロロ汁、うん、それからそれから遠州袋井のうなぎ飯、うん、それからさ、菊川肉のほら、鍋し大学だよ、うん、それからそれからお船に揺られて桑名に着いたら焼きハマグリもある、うん、桑名の焼きハマグリがどうかしたのか。じいさん、いらっしゃい。なんだ、茶漬けか。何出た、若いうちに焼きハマグリなんてもったいないよ。あ、じいさん、私たちね、お伊勢参り行くんだよ。そうなの、お姉ちゃんとコツコツと貯めたお金でやっと念願のお伊勢参り。もう嬉しくて嬉しくて。何が焼きハマグリで、若い娘がハマグリハマグリって言うわけ。まだアサリ程度だろ。しじみしじみアサリしじみしじみしじみあれってなったらよ、昼寝でもしようや。おやすみなさい。夢によった。どうだろう、あの態度。頭、この度は大変ご迷惑をおかけいたしました。実はこのお峰は私が親代わりをしておるんですが、何しろご覧の通りのじゃじゃんま娘、ご無礼の段どうぞお許しくださいまし。つきましてはこれは私どものお詫びの気持ちとして、龍子さんはじめ組の若い衆に。山手の旦那、こんなことしてもらっちゃ困りますよ。いやいや、仮にも恵みの若い衆を語りの一味などと、とんでもないことでございます。まあ、そうおっしゃらずに、どうぞ。そうですか。じゃあ、遠慮なく。うちの若いもんも喜ぶでしょう。いただきます。これで終わったんでしょ。私、失礼します。頭、悪く思わないでね。あたいね、言い訳だっ嫌い。じゃあね。これ、おんね、おんね。いや、まあまあまあ、いいじゃありませんか。しかし、大和屋の旦那が親代わりっつうのは一体どういうことなんです？親代わり、親代わりだなんて、いいです。いや、聞いて驚いたな。あのお峰って娘な、岡っ引きのほら、二葉の亀吉さんの娘だってよ。二葉の亀吉さんの、うん、誰だよ、その二葉の亀吉ってのは。浅草一番の腕利きの岡っ引きでね、顔は二葉さんみたいなんだけど、親分肌のさっぱりした気性の人でね、ずいぶん手柄を立ててるんだよ。確か亡くなったのは5、6年前だな。まあ、二葉の亀吉さんといや、今でも大勢懐かしがる人がいるんじゃねえかな。そりゃおめえ、立派な岡っ引きだったよ。大和屋の旦那もな、亀吉さんにはいろいろと世話になったんだってよ。だからな、娘の親代わりをしてるんだそうだ。どうまいさん、その娘さん今どこにいるんだい？姉さん、この間にはまだ語り屋は現れてねえんじゃ。何言ってんだ、私の患者そろそろ現れる頃さ。現に武州や孫州じゃ大勢の人が騙されてるんだよ。この江戸だって必ず。でもよ、何か手がかりが。バカだお前は。だから言ってるだろ、語り屋の大物は伊勢の酒村の名主で六尺豊かな大男さ。昔は草相撲の関取で雲見山、うまいこと言って伊勢港を作ってお金集めて取らんさ。だから大男の世話人には特に気をつけておくれと言ってるんだよ。おだかい。へいへい。それで関取と間違えたようです。なるほどな。で、なぜその語りを目の敵にして探しているんだ。父親の二王の亀吉はその雲見山とかいう語り屋を探しているうちに行方知れずになり、3日ほどして大川に死体となって浮いていたそうです。この前
前の関取にぶつけたのより濃いめだからよ。こいつだよ、聞くぜ。なんたってこれが一番だもんね。試してみっか。そうですかい。あの娘さんおかっぴきの。わかりやした。じゃあ仕方ねえやな。わしらにも疑われるようなところがあったしよ。よし。それじゃな、お前たちも気分直しに、おさいたちのお供してお前を追い迫る、行ってこい。はぁ、行ってこい、行ってこい、行ってこい。おぉ、行ってこい。本当だ。おせ。あいよ。みんな、よかったね。これね、山瀬屋さんからいただいた反物だよ。2つまでにちゃんと仕立ててあげるからね。ありがてえ。やっぱり勝ちは俺たちのこと。どうもすいません。ところでおかみさん、今度のお伊勢参りの世話人は誰だい？そりゃ大変なお方なんだから。お伊勢様のお師様で朝比奈日常様ってとってもお偉い方なんだよ。おお、そんなに偉い人が高知を。お師様の高知ならこれは間違いねえな。どういう方だ？それがさ、ご立派な体つきのお方でね。あ、そうだ、新一さん、あんたどうせ暇なんだろ。明日ね、道中安全のお祓いがあるからさ、一緒に行ってみたら？そうだな、何事も経験だ。そのお師匠のご尊顔を拝んでくるか。この当時、全国から伊勢参りに向かう集団を高従と言った。何者なんだ？なんだ、お前さん知らねえのかい？あの馬に乗っていなさるのが寺社奉行のお役人様だ。籠の中のお方はお伊勢様からのおつけのお師様だよ。お師様？その工場には様々なものがあったが、その中でも一番大掛かりなものは、主に伊勢神宮から各地に派遣されたお師と言われる神官によって組織されていたのであった。あの方がお師様？し、頭を下げて、頭を。たかやく、たいらかく、おだぶに、たいらきめ、たまえと、うごにと、うごとなく、くらいとみとらめねももなく、おとなく、うごみはもとぶぶり、決して思いに心のことなく、その前のその欲は新さん、新さん、あの子だよ、おかっぴきの娘ってのは。思いなく、かしこみ、かしこみ、もうすく。これにて道中安全無病息災のお祓いが済みました。ではお寺社奉行所の御検使役宇野正吾様お立ち会いにて、皆様より高中一切のまかない金一人四両水を預からせていただきます。宇野様、厳正にいたせ。浅草の大工高知と申します。これ四両水。ご苦労様です。恐れながらお役人様。うん。お師様の甲冑にはお奉行所からお手形が下されると聞いております。そのお手形は下されたのでしょうか。うん。見せてやれ。はい。これが甲冑手形でございます。わかりました。ありがとうございました。ではお次の方、浅草土道場の清兵衛でございます。同じく家内の津屋でございます。はい、お二人給料でございますね。はい、確かに。どうもご苦労様でございました。おかみさん、この甲冑には何人ぐらい参加するんだろう？お奉行所もお認めの甲冑だから、江戸中では1000人ぐらい集まるんじゃないのかい？1000人。
一人四両二分で千人だったら4500両、大金だな。同じく相棒の源八と三吉でございます。お三人さん、13両二分預からせていただきます。確かに日本橋呉服商善兵衛でございます。ご苦労様でございました。いろんな力になってた猪木です。どうもご苦労様でございます。あの、めぐみの辰五郎の女房3以下6人です。はいはい、6人様で27両預からせていただきます。はい、確かに27両ですよ。一緒に来てもらおうかな。さすがは仁王の亀吉さんの娘だな。いい度胸だよ。あんた強いね。助かったわ。でも、あんた誰？火消し、めぐみの用心棒で徳田新之助。よろしくな。お峰です。カチラカザ。あの牛のやつ、大男だろ。もしかしたら、雲見山かもしれないと思って。雲見山のことは、お父さんから聞いたのかい？うん。5年前に、浅草の人たちが雲見山に引っかかったんだよ。奴は伊勢の江坂村の名主だと言って甲冑の案内をすると言って、小田原宿で500両余りの路銀を奪ってドロンさ。お父っつぁんカンカンに怒って東海道ずっと追ってったわ。尻尾を掴んで帰ってきた。おみね、もう一杯くれ。はい。奴は江戸に舞い戻ってる。2、3日うちに必ず捕まえてやる。お父っつぁん一人で大丈夫なの？大丈夫だとは。浅草はわしらの町だ。この連中がどんなにお伊勢参り楽しみにしたか知ってるだろう。うん。汗水さらしてコツコツ貯めたおめえ、大切なお伊勢参りの金を横取りしやがって。勘弁的にお父っつぁんが引っ掴めてグッと目に合わせてやろう。おう。うん。うわー、きれい。やはりの私で買ったんだ。有松の絞りだよ。どっちだ。おめえには苦労のかけっぱなしでな、すまねえと思ってるよ。ううん、苦労なんかしてないもん。だんだん死んだお母に似てきやる。なに、誰か好きな人はいねえのかよ。いませんよ、さ今のお父っつぁん。そうかな、お前も年頃だからな。まあ、いいだろう。さてと、じゃあ出かけるか。こんな夜中に？おみね、雲見山なんざただの操り人形だ。裏でいと操ってるのは、どうやら仏面してる大物らしいや。人間なんてのは分からねえもんだな。まあ、何にも心配しねえで待ってな。すぐ帰ってくるからな。お父っつぁん、待って。
じゃあな、お峰。お父さん、それが今生の別れになっちまったんだ。三日目の朝にお父さんの死骸が上がって、私お父さんの胸さを思うと、お父さん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 、あれは誤って川に落ちたんじゃないわよ。雲見山の一味に殺されたのよ。だから私それからずっと、多分亀吉さんは雲見山の背後の大物を捕まえるために雲見山を泳がせていたんだろう。で、大物の正体に気づいた時に消された。私もそう思ってるの。だから余計に悔しくって。遅くなるといけない。送っていこう。うん、大丈夫。この先は私の縄張りだから。シンさん、ありがとう。私、なんだかシンさんに話して少しはスーッとしたみたい、胸が。本当にありがとう。じゃあね。上様、どうだ、何か分かったか。はい。亀吉の死体を調べた医者の話ですが、首の骨が折れていたそうです。一撃で首の骨を折っている。大力のものだろう。よし、一つその朝比奈西を洗ってみよう。いよいよ明日ね、お姉ちゃん。今晩寝られるかな。そうだね。まさかそんな。それじゃあの語り屋の雲見山が朝比奈西よ。いや、まだそうと決まったわけじゃないが、お峰が手形のことを聞いた直後に襲われているしな。でもね、新さん、今さらあんたも大伊勢参りやめろなんてこと言えませんよ。出立は明日の朝ですよ。それまでに何とか調べないと。もし奴が語り屋なら、仙人からの人たちは東海道のどこかで放り出されることに。だからつってね、今さら大騒ぎするわけにもいかねえし。そうですよ、新さん。明日の朝か。よし、それまでに何とかしよう。連絡するから待っててくれ。大和屋、うざいもんの屋敷だぜ。じゃあ、私は用心棒引きつけます。俺は裏からだ。あれなんだ、表か。
水も汲みましょう、手鍋もお下げましょう。武州総州ですでに3000両余り、今度の江戸の分が4500両、都合7500両余りでございます。7500両余りか。これも弟の牧之助を伊勢神宮の正式の御師とお認めくだされ、お手形を下されましたおかげでございます。まあしかし5年前は雲見山を名乗り、ただいまは朝日の日常。松之助、その方も大した役者よのわしは兄貴と違うてね、ガキの頃からの悪党ですが、人をだまぐらかすのは朝飯前か松之助は12、3の折に感動になりましてな、ずっと髪型に、それがひょっこり戻ってきたのが5年前。その時でさ、兄貴は今度と同じように米相場に失敗しおりましてな、いやもうしゃあない、わいが伊勢港の語りを考えついて、まあ、なんとか銭をかき集めたんですがな、あん時はそう仁王の亀吉っちゅう岡っぴきに気づかれましてな。いや兄貴も気持ち玉冷やしましたね、ほんま。何かの罰ゲームです。上際の悪い野郎だ。こうなったらしゃお前、わしが僕いでガチャだから、もう始末つきましたな。ずぶといやつよ。いやもっとも金のためには地獄へでも行こうというところはわしやうざいもんと同じことよ。いやいやいや、地獄はまっぴらでございます。ところで宇野様、例の交通手形の一件はどのように処理なさいます？なに、部下一人の責任で済む。遺書を書かせた上で爪払いよ。ところで交通の方法は？はい、予定通り明日の朝順々に江戸を出発いたします。藤沢の宿にて合流し、そこで全部の金をかき集めます。それで計画通りに。よし、それでよし。江戸の各所から出立いたした甲冑が藤沢宿に集まり、そこで全ての甲冑の金が集められるはず。その金を奪い、脇道のどこかで大和や宇野一味と落ち合う手はずと思われます。半蔵、その落ち合う場所は？残念ながらそこまでは。よし、半蔵、おその落ち合う場所をつかんだらすぐに知らせてくれ。忠相、手配を頼むぞ。翌朝、伊勢港の人々は江戸の各所から小集団を組んで次々と出発した。1000人からの人たちである。おめえらよ、女の子だったら俺に任せてくれ。あらばってんだよ。ほらほらお前ちゃん、急がないと夕暮れまでに国沢に着かないよ。だってまだ夜が明けたばっかりだもの、間に合うわよ。そんなこと言ったって。おかみさん、早く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 。2日目に一行のすべてが藤沢の宿場で落ち合い、改めて長旅のための工事を組む段取りであった。おいてまいるのいいだよ。もらった選別のお返しが大変だぜ。まったくまったく、土産をやぼうとしようってくらしてないからな。姉さん、行くよ。抜かるんじゃないよ。はい、はい。わかりました。じゃあ足も藤沢へ参りましょう。では頼んだぞ。
美濃屋でございます。こちらでございます。美濃屋でございます。美濃屋でございます。おはようございます。こちら6人ともでしたね。お6人前で、ね、姉さん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 いいよ、酒持ってください。6人前あと追加してくんな。はいはい、1人大飯ぐらいがいるからよ。何やろ、飯より先だ先だよ。あのさん、いい湯だったよ。彼がすっかり取れちゃった。おおかみさん、おばあちゃん飯ですよ。はい、どうも。どうもすいません。いいんですよ。あの、ご飯が済んだら芸者さん呼んでもらおうかしら。今日はさ、柱がいないからね、ブレイコで来よ、わーっと。そうだね。ほら、お店参り。ほら、お店参り。お疲れ様でございます。めぐみの方々でございますね。はい、明日は13番の甲虫に入ってください。はい、13番だね。わかった。ご苦労さん、ご苦労さん。それからこれから先はお手元のお金も私どもでお預かりいたします。お手元のお金って、なんでなんで小遣いまで持ってくのかよ。はい、何しろ箱根越えは物騒でございますから、三島まで私どもがお預かりすることになっております。はい、それはお師匠にお預けした方が安心だよ。みんなお出し、お待ち。はい、あの、一万でもかい。はい、全部私どもでお預かりするようになっておりますから、はい、あの、これお前ちゃんと私で給料です。あ、確かに給料でございます。はい、給料です。三両ね、はい、あとは、はい、寄付です。ありがとうございました。では、ごゆっくりとおくつろぎください。ちょっと待ってくれよ、一つバーッと派手にやりてんだけど、その金は。は、それはお帳場の方に申し付けてください。私の方で一括して支払い、三島宿で清算をいたしますから。では。あしら、やってます、やってます。ケンゾ、明日からコーチングが始まる。騒ぐのもこれ限りだ。これがまたたまらなく楽しいんだよ。さてと、うちの連中はどこの宿に泊まってるかな。さあ、おかみさんの声は特徴がありますからね。それを耐える。しっかりいっちゃってるよ。おい、みんな、パパパッともっともっと遠慮すんだよ。俺は見送りに来たんだよ。それでおばあちゃん、一緒に踊ろうよ。踊りはダメだよ、お前。やお持ちの金まで全部集めたんだよ。どう考えたって怪しいよ。でもとても中には入れませんぜ。分かってるよ、そんなことぐらい一晩中見張るんだよ。いいね。はい、はい。宿の者が寝静まった頃に出かけましょう。そやな。あの二人はどうしました。どっかで息抜きしとんやろ。すぐ来るやん。やだ。あじゃあご苦労。
はい、うまくいったぜ。何がお伊勢様じゃ。何が伊勢公だよ。それじゃあおめえ、藤沢参りってところか。はい、今夜集めた分を合わせりゃ9000両地形大金だぜ。それでさざめ峠の六地堂で落ち合うんだな。そういうことだ。おい、今夜早いところも切り上げようぜ。うん、そうするか。この野郎、話はみんな聞いた。汚ねえ野郎だな、こいつら。なんで食べるの。あいやいやいや、あの二人は大丈夫ですか。後から追いついてくるやろ。それよりもあいつらの始末をつけんとな。お勘定取って日常様のところの方が支払うことに。そんなことは聞いておりません。バカだな。俺たちも昨日全部出しちまったんだよ。そうだよ。お母さん、お母さん大変だよ。ちょっと、ごめんなさい。これよ、朝日奈日常の宿はもぬけの殻だぞ。そんなバカな。俺たちは一体どうなるんだよ。先月の金まで取られちまったんだよ。一文無しじゃこれから下痢はしねえじゃねえか。邪魔だよ。俺たちも取られてんだよ。お兄ちゃん、どうしようね。日常っていうのは形じゃないか。帰れなくなっちゃうね。どうしよう。お金だ。慌てるな。落ち着くんだよ。俺はめぐみの辰五郎ってんだ。みんなを騙した朝日奈日常たちは必ず捕まえる。手先の連中は俺がたって今大改装へ突き出してきたばっかりだ。お前さん、お兄ちゃん。なんだよバカ野郎、お前泣けずいるけ。だお医者様はな、お前様方をちゃんと見守ってくださってるんだよ。さあ、元気出せ、元気出すんだよ。お前様方がひどくんじゃねえかよ。笹目峠の六時像だな。よし、すぐ大官所に知らせてくれ。兄貴、松之助、心配したぞ。守備は？お峰をこの辺りで片付けよう思てね。そうか、お父さんを殺したのはあんただったね。旦那が語り屋の元締めだったのかい。消えなさい。何やつだ。構わぬ、一人残らず斬り捨てい。何やつだ。死んだ。俺は天下の風来坊、徳田新之助だ。貴様たちの悪行、すべて見届けたぞ。己の欲を満たすために人を殺め、人を欺く貴様たちはそれでも人間か。いや、人間ではあるまい。ガキ堂から落ちた地獄の亡者ども、俺は断じて許しはせんぞ。構わん、やつも消えしてい。
その日、大和屋宇左衛門の一味はすべて捕らえられた。宇野兵庫の身柄は寺社奉行所に引き渡されて切腹。大和屋一味も打ち首となった。おお、さようで、御根も一緒にお伊勢参りに。ああ、今頃はどのあたりでしょうかな。そうだな、多分阿部川のあたりだろう。お待ちどさまでした。おいしいね。よくね。おかみさん、俺もいいや。何言ってんだい、大の男が。もっとどんどん食べよう。そうよそうよ、おばさん、ねえねえねえ、どんどん飲んできて。どん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 。おばちゃん、下げねえか、下げ。おあいにく様、お酒置いておりません。おかみさん、早く行きましょうよ。今度はとろろ汁とうなぎ飯が待ってますね。早く早く。あ、そうそう、うなぎ飯。あたしはうなぎ飯が大好きなんだよ。さあ行こう行こう、私も私も。頼んだよ。早く早く、うなぎうなぎうなぎ、お願いします。どうぞ。はいはい、行きますよ。はいはい、庶民の楽しみである伊勢参りを熱く保護したと言われている。またこの事件をきっかけに札差の米相場への介入を厳しく禁じたのであった。暴れん坊将軍。次回は。では塾長先生、一言ご訓示を。いい加減にしろよ、おめえ。俺はその堅いことは苦手なんだからよ。一言ねえと様になりませんぜ。待ってました。天神様は菅原道真公を祀ってある神社だってことは知ってるな。はい。上様、ただいま恵から三太なる子供の捜査願いが出されました。捜査願い。罪もない子供を縛るなんてひどすぎる。話しちゃってくれ。帳簿は。先生、先生。貴様は知りすぎた。子供と一緒に死んでもらおう。それを忠さんとした正義の死に刃を向け、幼い子供を死に追いやるとは何事だ。次回、奮戦辰五郎先生。どうぞご期待ください。